一瞬に行こう。洗い物をします。すごい溜まってた洗い物。これこの間 Vlog で先に載せるかな、 IKEA のマリメッココラボのやつ。そう、なんかなぜか私はコンテンツとして大丈夫かなっていつも不安になるような、お家で過ごす Vlog がすごい人気っていうか、みんなが見たいって好きですって言ってくれるので、それを今日は撮ろうと思うんだけど、最近めっちゃ忙しくて家に1日いるってことがなくて、今日もね、その昨日もその撮影の日で撮っといたら、昨日も仕事とかいろいろ人に会うのとか入っちゃって撮れなくて、で今日もおうち Vlog 撮る予定だったんだけど、展示会2件今日あるの忘れてて、それに行かなきゃなので、まあおうちのこととちょっと、まあ1日 Vlog だけどおうち Vlog メインみたいな感じで撮れたらいいなと思ってる。マイルズとランチに来ました。全然おうち Vlog やないやん。わー、円サークルの展示会に来ました。すごいモーションかぶってるから、この人に話しかけない方がいいんだなってずっと思ってたずっと思ってたらアリサちゃんだった。しかも声かけてくれて、もう帰りますって先に言って。お忙しそうだったね。すいません、早速とありがとうございました。お邪魔しました。可愛いステッカーをいただきました。やっほーやっかわいいパンツ入りました。ちゃんとお腹も締まりますアホかかってる。見せて、おもななちゃんの、はい、めっちゃかわいい。これも絶対つける。形ほんと綺麗だね。さすがです。オーダーしていきます。 YouTube こちらのグレーのタンクトップと、ももなあちゃんが履いてるこっちが製品の、このちょっと始末が綺麗になったような感じのパンツと、このちょっとなんかブーツみたいに見えるような、ここを開けてショーパンにもなるっていうね、かわいい。本当だ、そんなもんなかったんだ。の黒と、最後はちょっとなんかおしゃれすぎるスラックスみたいなこんな感じの、めっちゃ可愛かったし、後ろがゴム、そして全部入りました。入りました。イエーイ、クリア、クリア、クリア。なのでこれをオーダーしました。はい、ということで、かのちゃんの円サークルとももななちゃんのビアバンダの展示会に行って、でビアバンダもめっちゃ可愛くっていっぱいオーダーしちゃって、で今から帰ってご飯の支度してという感じです。原宿最近すごい観光客の方が多くて、まあ言うて私の友達も結構来てるから、その子たちに会ったり、やっぱり道に迷った。今日の私服は韓国の帽子に BB、 インスタの広告で出てきたブランドのファーコートに、セバントゥアのプルオーバーに、アレキサンダーワンのデニムに、ナイキの節分に、プラダのムーンです。今わけのわからない外国のフォトグラファーの人に写真スナップを撮られたんだけど、このドスッピンの顔で帽子取れマスク取れ言われ、すごいいろいろ撮られて、イエスって言わなきゃよかったと思って、何も考えずに、あ、オッケーみたいな感じで言っちゃったんだけど、マジ言わなきゃよかったと思って車に戻ってきました。あの人、私も撮られたから撮ってみたあのこういう写真ってさ、フォトグラファーさんに全部権利があるからさ、ね、すんごいよ、すっぴんでなんか
途中からやっぱり言わなきゃイエスって言わなきゃよかったっていう私の顔がめっちゃ顔ににじみ出ててウケる。帰ってきました。今日はすき焼きなので準備はほぼない、切るだけで。ちょっとなあなあとかああもうやんなっちゃう。なんだっけ、まあ副菜、まあサラダぐらい作ろうかなっていう感じで、支度はとっても簡単。イエイイエイイエイ。私の壊滅的に可愛いマリメッコのエプロンがさ行方不明なんだよね。どこ行っちゃったのかしら。はい、この太っちょエプロン、これは何度も言ってるけどベネチアで買いました。このまな板買ったはいいんだけどさ、すんごいうるさいんだよね、パンパンパンっていう。なんかこの間の入籍 Vlog でもすき焼きだったんだけど、そうマイルズがすき焼きが大好きで、今日なんか夜ご飯どうしようかって家で食べようかってなって、肉じゃがでもマイルズ肉じゃがとか甘いそういう甘じょっぱい系が好きだから肉じゃがでも作るみたいな話をしてて、最近作ってないから肉じゃがで、そしたらすき焼き食べたいって言い出して、まあ、こっちは楽だからいいじゃん。でじゃあすき焼きにしようって言って帰りスーパーでお肉を買って、そう OK によって OK のお肉がさ、そういう安い系のスーパーだとうちらすごい好きで美味しくて、なので OK でお肉を買いました。もうね一旦ねお皿を整理しないと、お皿の量がやばい。うちあとね地味なお皿があんまなくて、これとかもさめっちゃ派手じゃない。でもこれプラだからさすごいいいんだよ。でマイルズが玉ねぎ入れてほしいってことで、あんまり私は玉ねぎねーっていう感じだったけど、あ、やばいやばいやばい見てよこの適当なナイフの入れ方。私的には小さくしてさ、こういう感じで煮物っぽく食べたいんだけど、多分マイルズが理想としてるのはこっちなのと。大好き春菊春菊春菊高かった。すごい賞味期限切れてた。いける気がする。マヨネーズ。ポン酢。まあ。なんかずっと水っぽいんだよね。いや、諦めた。うん。オッケー。あとはマイルズ帰ってくるの待ってすき焼き始めるだけです。これだけ副菜。いいよね。優しくない？思わない。どうして欲しかった？輪切りが1個丸々？やったの？やったのよ。それであなたこっちがいいかと思ってこっちにしたの。わかんないけど。YouTube でも話してたの。いただきまーす。うんうん。ご飯を食べ終えて。ほら、すっごく綺麗な葉っぱだった。花びらか。綺麗。めっちゃ綺麗、この辺のチューリップ。けどこの子も、まああと1日ぐらい頑張ってもらおうかな。で、できれば毎日で、できなければ2日に1回はお水を取り替えてます。で、花瓶とかが結構汚くなったりする時があるんだけど、そういう時は、ぬるま湯とお酢を入れてちょっと洗ってあげるとめっちゃ花瓶がクリアになる。
で、この切り花の延命剤はアマゾンで大量買いしてて、でも水をこのね、綺麗にね保ってくれるの。半量ぐらいをいつも入れて、水は少なめなので、いただいたお花は少しでも長くねあれしたいので、今うちにはすごい量のお花があるの、幸せなことに。もうこれは葉桜になっちゃったけど、まあ葉桜は葉桜で緑を楽しむ。なんかこのメガネにつけれるノーズフレンドってやつが、あの私がすごい好きで見てるリビングアローンダイアリーズのミシェルチョイちゃんがね、これを使っててすごいいいと、アジア人なんだけど言ってて、これとこれディオールのメガネなんだけど、まあこういう感じですごい下がってきちゃうの、このここの部分がツルツルで、でこれをつけるとアジア人でもしっかりフィットしますということで、やってみたいと思います。すごい簡単に貼るだけ、テープになってて、でしかもいっぱい入ってくんだよね。おお、すごいフィットする、すごい。まあちょっと下がるけど、ほらすごくない？でちょっとここに隙間もあるから、まつげまつエクしてる人もまつげが当たんないよって言ってた。え、めっちゃいいじゃん、わーいゲット。しかもいっぱい、これ1個で、あ、え、4シート入ってくる。だから12345、20メガネ分1個で入ってくるよ、すごい。このシーンかわいそうだよね、ハグリッド、ハリーポッター見てます。この電気があっちもなんだけど、フィリップ、あとテレビの裏にも置いてて、映像に合わせて色が変わるの。Thank you.